積み重ねた毎日が色を変え目をつける。これまでの汗も苦労も吹っ飛んで、あの人を思い出す。まあ、僕のひいおじいさんの時からやってるらしいんで、もう100年近くぐらいになるのかなと思います。竹を伐採したりして日当たりを良くしたり、であとはもう肥料をやってちゃんと手を入れてやらないといい竹の子は生えてきませんね。僕と、であと父と母と弟が帰ってきまして、今4人でやっています。大学の頃、就職活動する頃からもう農業へはかなり興味があって、まあ、一生の仕事にするんであればいいなというのはもう強くあったので。頼もしいというか嬉しいというか、やっぱりそこらが一番ですね。農業って楽しいんだよいうのを、もっとうちの子だけじゃなくて若いもんみんなに知らせたいような気がしますね。新鮮なものをすぐに消費者へ届けれるような形でやっていけれたらなと思います。もう50年どころか100年200年まだここでずっと農業できるように、続けれるように頑張っていきたいです。